心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー長いでございます。今回は公認心理試験対策講座オンライン1分チャレンジ過去問アレンジ問題生活習慣病への心理的支援というテーマで回答までは1分程度でお話をしたいと思います。えー、こちら弊社のアットセカンダリーアンダーバー JP という Twitter アカウントなどで出題させていただいた問題でございます。こちらの答え合わせをしていきましょう。 生活習慣病やその対応において心理的支援は準備期以降の行動変容ステージで行われる丸かばつかの二択でございますこの「公認心理試験対策講座オンライン」というシリーズの動画の URL リンク一覧は本動画の説明欄概要欄にございますのでそちらから是非チェックしてみてください。 さていかがでしょうか回答を申し上げてしまいますこちらの問題回答はですねバツでございます無料でご覧になられている方はここまでご視聴ありがとうございましたえっ、ー、とさて簡単に解説です。